多大な犠牲を払いながらも播磨を平定した信長だったが、光秀との間に溝が生まれ、光希も姿を消してしまう。近しい者が離れ、家中で孤高の存在となるも、信長はその歩みを止めることなく藩と拡大を推し進める。その最中、東国の抑えとなっていた徳川家で謀反騒動が勃発。瀬名が責任を負って命を落とした。悲嘆から立ち直った家康は、謀反騒動にも関わった武田家との因縁に決着をつけるべく、信長に協力を要請。信長は新たに従者に加えた弥助と共に自ら大軍を率いて出陣した。信長編第6章、諸侯高天神城の戦い。家康、信康のことすまなかったな。いえ、策にかけられたとはいえ、信康が武田に通じたことは事実、やむを得ぬ処断でした。瀬名までも連座させることになろうとは、これでまた俺の業が一つ増えたな。そのような。信長様、皆さんご着陣されました。で、あるか。兄上、この者は従者の弥助だ。宣教師のもとにいたのを俺が召し抱えたのだ。いい面構えだろう。ええ、なんとも頼もしげな。弥助殿、私は徳川。徳川家康とも存じています。以後お見知りおきください。いよいよ武田攻めの総仕上げ、ようやく兄上の天下も見えてきましたね。気の早いことを申す。今は武田を滅することのみを考えよう。はこれより高天神城の岡部元信を攻めるが、岡部の危機を知れば勝よりも増援を送ってこよう。敵増援が来着する前に城を落とす。兵は神速を尊ぶだ。良いな。はとはいえ、岡部殿は難敵、心してかからなくては。うむ、岡部は今川より家康を奪ったあの戦以来、俺の敵であり続けた因縁の相手、手を抜くつもりはない。岡部との戦、少し昔を思い出した。昔でございますか。あの男、元は今川義元という者の家臣でな。当時今川家は天下随一の強大な勢力を誇っていた。だが俺は桶狭間で今川に勝利した。その時、義元の愛党左文字と共に天下への志を義元から継いだのだ。左文字にはそのような由来があったのですね。うむ、左文字が俺の手にある限り、天下一心の志が折れることはない。ヤスケ、お前が相手だとどうも無駄話が過ぎる。次は甲州討伐だ。お前の働きにも期待しているぞ。はっ。岡部元信を討って高天神城を落とした信長と家康は、武田家の本拠がある甲斐へと兵を進める。一方、武田家中では元信を救えなかった勝頼への不信感が強まり、結束が崩れつつあった。
勝頼は窮地に立たされながらも武田の家名を守るため新府城にこもり、信長らを迎え撃つ姿勢を見せる。報酬征伐。兄上の狙い通り、武田家中には動揺が広がっているようです。中心として名高き岡部を見捨てたのだ。武田に先がないことを誰もが思い知っただろう。少し揺さぶればこちらに寝返る将も少なくあるまい。追い詰められた勝頼がどう出るか。何にせよこの戦で武田は終わりよ。はっ、ついに決着の時ですね。武田家が滅んだことで甲斐はもとより信濃、駿河、神津家にまで織田家の支配が及ぶことになりましょう。いよいよ兄上の天下も目前。私も身の引き締まる思いがいたします。次は毛利を潰さねばならん。俺は京へ戻るゆえ、後の始末は任せたぞ。はは。武田を滅ぼし、古き乱世の象徴をまた一つ壊すことができたが、まだ終わらぬ。毛利ですか。毛利は確かに未だ強大な敵ではあるが、奴らを滅ぼしたとて乱世は終わるまい。ではいつ終わりますか。今この乱世を、乱世たらしめている最大の存在を壊さねばならぬであろうな。その存在とは。この俺よ。今や織田信長こそ乱世そのもの。信長を壊してこそ乱世を壊し尽くすことになる。そしてその最後の大仕事を託せるのはただ一人。信長様のおっしゃっていること、この弥助にはよく分かりませぬ。であるか。よい、いずれ弥助にも分かろう。武田家が滅んだことで織田家の藩とは大幅に拡大。信長による天下一新は目前となりつつあった。あとは西国の毛利さえ倒せば天下の大勢は決する。信長は家康に東国を託すと自身は京へと帰還。毛利攻略に苦戦している秀吉を助けるべく光秀に講演を命じると、自らも出陣すべく準備を進めた。本能寺の変。久しいな、美月。父、信行の仇、うちに来たぞ。まだ撃たれるわけにはいかぬな。俺は信行を死なせた後に誓ったのだ。乱世の断りを壊し尽くすと。その誓い果たさねばならぬ。なあ、俺は親父を。信長様。何事だ。明智殿、ご謀反。来たか。是非に及ばず。光秀さんが、なんで。光月、お前は逃げよ。安く参るぞ。御意。敵は本能寺にあり。
華々しく散らせはしねえぞ信長。貴様はここで人知れず惨めに死ぬのさ。死のうは一条、され信長を殺すの三代お前ではない。十兵衛光秀がアナタを撃って乱世を終わらせる。名乗りのクドサはついに変わらずか。よかろう、ならばその覚悟を示せ。乱世を壊し尽くすため、乱世の象徴たるあなたを倒す。これが俺の出した答えだ。それでいい。親父！うん、乱世は終わる。新しき世はお前が見届けよ。有馬の反乱を鎮めた信長は西国の攻略を再び秀吉に委ねて、自身は京へと帰還していた。しかし毛利の勢いは衰えず、西国の戦線は膠着。信長は苦戦する秀吉に援軍を派遣することを決める。まず光秀に援軍を預けて先行させ、その後信長自身も出陣する旨が秀吉のもとに伝えられた。合わせて伊賀の乱についても報告が入った。それは三太夫が信長を裏切り討伐されたというものだった。備中高松城の戦い。は本当か？桃地の兄貴が信長様を裏切ってはめようとしたって。はい、その後伊賀忍団は明智らの手により壊滅、桃地も討ち取られました。そうか、兄貴の中ではまだ家族を奪った武士への憎しみが渦巻いていたのかもしれねえな。戦が悲劇を呼び、また新たな戦の火種を生み出す。こんな負の連鎖はそろそろ断ち切らねえと。と、それより今は目の前の戦に集中だ。よっしゃ、今回もやるぞ和氏。無論手前にとっては主の勝利が全てです。光秀たち援軍が来ればこの膠着も打破できるはずだ。それまでに流れをこっちに引き寄せとかねえとな。
信長様が光秀殿に。一体なぜ。信長様を失って俺たちはこれからどうすれば。みんな顔を上げろ。これは秀吉様にとってまたとない好機なのだ。ああ、天下人に最も近い者が言った。なら空位となったその座にはオイラが座ってみせる。今誰よりも早く京へと戻り、信長様の仇討ちをなせば間違いなく天下に大きく近づけるはずだ。乱世が生む悲劇の連鎖はそろそろ断ち切らねえと。だからオイラは走る。みんなしっかりついてこい。信長と共に武田家を滅ぼした家康は、戦の後処理を済ませた後、信長の招きに応じて京へと登った。京に滞在後、家康はわずかな友のみを連れて上方の町を視察していたが、そこへ半蔵が急報をもたらす。秀吉の援軍に向かうはずの光秀が突如信長のいる本能寺を急襲し、信長が応死したというのである。伊賀越え。兄上が見まかられただと。若、お気を確かに。とにもかくにも三河に戻らねば我らは何もできませぬぞ。信長様が討たれたとなりゃ急がねえと。俺たちにも追手がかかるかもしれねえな。三河への道、伊賀を越えるのが最も早かろう。桃地の残党が潜んでいるやもしれんな。どうする竹千代。おい、しっかりしねえか。お前が何とかしねえとまた乱世を一からやり直すことになっちまうぞ。信長様の大志を告げるのは同格の名優たる若のことは一刻を争いますぞ。兄上の大志を私が継ぐ。そうだ、このような場所で果てるわけにはいかぬ。よう申された。されば伊賀越えにて三河を目指しますぞ。さらばだ三太夫。終わったか。何が終わったって。確かに三河まではまだ遠かったな。違うだろう、終わりどころか始まってもいねえって話だ。やり方次第では天下も夢ではありますまい。天下、私が当主様ならそれくらいの志を持てってことだ。な、期待しておりますぞ。バカ、荷が重いが、そなたたちの支えがあれば、あるいはな。三河に着くまでに腹をくくっとけよ。ともあれ先を急ぎましょう。ああ、まずは無事に帰ってからだ。